こんにちは、もしおです。今回はコナミのコントラシリーズ最新作コントラ、オペレーションガルガをプレイしてみるという動画です。発売は来月なのですが、ある程度遊べる無料の体験版がリリースされましたので、それをプレイさせていただこうと思います。本作はコントラシリーズの最新作ではありますが、続編的なものではなく、シリーズ1作目初代コントラのリメイク作品という位置づけのようです。グラフィックは全面的に刷新され、武器やアクションもいろいろと追加されていますが、プレイ感覚や操作感は旧作を踏襲しており、どこか懐かしい感じがする 2.5D のアクションゲームとなっています。ちなみに直近のシリーズ作品としては、ハック&スラッシュ系になったコントラローグコークス、アークシステムワークス開発のハードコアライジングなどがありました。当チャンネルでもいくつかご紹介していますので、よろしければ概要欄からご参照ください。それでは早速プレイしてみたいと思いますが、その前に操作方法だけざっと確認しておきます。コントローラーの配置はこんな感じになっています。いろいろあるように見えますが、最初は射撃とジャンプだけ押さえておけば大丈夫です。あとは LR で武器の切り替えですね。キャラクターごとにアビリティと呼ばれるアクションがありますが、最初は無理に使わなくても大丈夫。余裕が出てきたら試してみましょう。武器は2つまでストックでき、 LR ボタンで使用する武器を選択することができます。同じ武器をもう一度拾うと武器がパワーアップします。 ZL ボタンを押したままにするとオーバーロードと呼ばれる武器固有の効果を発動させることができます。効果は武器によって異なり、一定時間が過ぎると使用した武器は壊れてなくなってしまいます。主な操作方法は以上です。ゲームモードはストーリーとアーケードの2種類が用意されていますが、今回はアーケードをプレイしたいと思います。アーケードモードを選択すると、最初に難易度設定などがありますが、今回はデフォルトのまま進めていきます。ストーリーモードではビルとランスの2人しか選択できませんが、アーケードモードでは5人の中からキャラクターを選ぶことができます。今回は初めてですので、基本キャラのビルを選択。キャラを選択した後はボーナスの設定です。ボーナスは5種類用意されており、最大で2つまで設定することができます。説明が画面外に飛び出していて読みづらいですね。ここではミスしても武器が維持されるウェポンキープと、体力が1つ増える HP ブーストを選択しました。慣れてきたらオプションなしでプレイするのもいいかもしれません。主人公のビルはだいぶシュワルツェネッガーっぽさが薄れ、普通の白人キャラという感じになってきましたね。相棒のランスに至っては真ん中分けの直毛になり、スタローンの印象はほぼなくなってしまいました。本作は初代のリメイク作品ではありますが、操作は今風の要素が盛り込まれています。ジャンプは2段ジャンプが可能に。あとこのキャラのアビリティとして X ボタンか B ボタンでダッシュが可能です。銃撃方向の指定はそのままだとキャラも移動してしまいますが、 ZR ボタンを押したままにするとその場に留まった状態で銃撃方向を指定することができます。十字キーだと8方向の指定になりますが、アナログスティックを使用すると細かく方向を指定することができます。武器の取得方法やバリエーションはおおむねオリジナルを踏襲しています。こちらはマシンガンですね。武器は2つまでストックできて、 LR ボタンで切り替えます。武器を所持した状態で ZL ボタンを押したままにするとオーバーロードが発動、武器固有の効果を発動させることができます。オーバーロードはとても便利ですが、発動させるとその時使用していた武器は破損して消えてしまいますので注意が必要です。逆に使う予定のない武器はオーバーロードで積極的に活用すると良いかもしれませんね。武器の方はマシンガンのオーバーロード中にスプレッドガンを取得、そしてファイヤーガンも取得しました。スプレッドガンはオリジナルでも強い武器でしたよね。本作では
3方向だけとなっていますが、もう一度スプレッドガンを取得すると5方向に撃てるようになります。ファイヤーガンは射程が短く、威力も思ったほどないので使いどころが難しいかもしれません。マシンガンが出たのでファイヤーガンは捨てて切り替えました。こちらはフラッシュボム。射程は長くありませんが爆発して広がりますので、ボス戦などで活躍してくれそうですね。ヘリコプターが墜落したりしますが、アーケードモードでは特に影響はなく、ストーリーモードでプレイすると少しやり取りがあったりします。フラッシュボムのオーバーロードを使用してみました。なかなか強力ですね。今度はレーザービームを取得。攻撃範囲は狭くなりますが、弾速が速く貫通しますので何かと頼りがいがありそうです。ただ雑魚相手にはやはりスプレッドガンが便利です。天井に張り付いている敵も狙わずして一掃できます。砲台もこれで倒せてしまうので、楽に進めたい場合はこれ一択かもしれませんね。この辺りで改めて本作コントラオペレーションガルガの概要をざっとご紹介したいと思います。本作を開発したのはウェイフォワードテクノロジーズ。 2D のアクションゲームの開発を得意とする会社で、これまでにもシャンティシリーズやコントラダブルスピリッツ、ダブルドラゴンネオ、熱血硬派クニオくん外伝リバーシティガールズなどを手掛けています。その実績を考えれば本作も一定の水準をクリアしていることはほぼ間違いなく、安心してプレイできる作品に仕上がっているのではないでしょうか。現状でも無双感がありますが、追加のスプレッドガンが出現しました。これを取得したことでスプレッドガンが5方向5ウェイショットになりました。これはもうこのステージにおいては無敵に近いですね。不都合があるとすれば、意図しないところで武器ポットを落としてしまい見えない水中に落下、気がつかないうちに武器が切り替わってしまうことがあることくらいでしょうか。フォーミングミサイルが出現したのでレーザーと交換します。先ほどスプレッドガン一択と言ったばかりですが、フォーミングミサイルもめちゃくちゃ優秀ですね。大抵この類の武器はスピードが遅く威力が弱いのが定番ですが、序盤のステージだからでしょうか、スピードはもちろん威力も十分なように感じます。こんなに楽な武器があっていいんでしょうか。ちなみにこのぶら下がり移動は、武器を撃っている間は移動することができません。止まってしまいます。ジャンプ移動しながらであれば攻撃と両立できますが、そんな場合でもこのフォーミングミサイルは便利です。攻撃ボタンさえ押しておけば攻撃方向を気にすることなくジャンプ移動することができてしまいます。優秀すぎる武器ですね。さて本動画は任天堂スイッチ版のプレイ映像ですが、当初はPC 版でのプレイで作業を進めていました。プレイ自体は大きな問題もなく録画が終了したのですが、いざ編集となった時点で録画された映像に大きなコマ落ちがあることが判断。私が使っているしょぼいスペックの PC では本作のゲームプレイと録画を同時にこなすのは難しかったようです。改めて任天堂スイッチでプレイし直し仕上げたのが本動画となります。ただ任天堂スイッチ版も動作には余裕がない感じですね。ゲーム内容的にそこまで重たい処理はないと思っていましたが、なかなか厳しいようです。やはりそろそろ任天堂スイッチも後継機種を考える時期に来ているのかもしれませんね。いよいよボス戦でしょうか。オリジナルのコントラもステージ1のボスはこんな感じでしたね。時々飛んでくる敵の弾を抜きつつフォーミングミサイルで圧倒です。クリアと思ったらここからが本番でした。標的が多いのでフォーミングミサイルでは分が悪そうです。スプレッドガンに切り替えました。
戦中にホーミングミサイルやマシンガンが出現。どうしようか迷い、わちゃくちゃしているうちに一機やられてしまいました。なんとかゴリ押しで破壊。しかしこれでステージクリアとはなりません。実はこの体験版専用のステージ構成になっているそうで、本編のステージ1とステージ3を合わせた内容になっているとのこと。おそらく今倒したボスはステージ1のボスで、本編であればステージ1クリアとなるのだと思いますが、この体験版では続行。ここからはおそらくステージ3に相当するものだと思われます。オリジナルのコントラもステージ3は縦スクロールのステージで、上に登っていく構成になっていましたよね。ここでちょっと気になったのが、任天堂スイッチ版で発生する口フリーズ。これまでにも何度か処理落ちするシーンがありましたが、先ほどはジャンプするタイミングで大きなフリーズがあり、うまくジャンプすることができず落下してしまいました。製品版で改善されていると良いのですが、任天堂スイッチだけ大きく性能が劣りますので、マルチプラットフォームのゲームはなかなか厳しいのかもしれませんね。しかしホーミングミサイル優秀ですね。攻撃以外の操作が複雑なステージほど活躍してくれる気がします。スプレッドガンは手放すことがあったとしても、ホーミングミサイルだけはキープしておきたいですね。2個目のホーミングミサイルが出現。パワーアップです。ボス戦もこのまま戦っても良いかもしれませんね。いよいよボス戦です。本来であればステージ3のボスになるのでしょうか。体験版では最後のボスですね。ホーミングミサイルのまま戦ってみたいと思います。スプレッドガンはオーバーロード。排水の陣で頑張ります。やはりホーミングミサイルではやや威力が弱いのか、本体がなかなか倒すことができずやられてしまったので、最後はスプレッドガンで倒してしまいました。もう少しスマートに戦いたかったですね。一番使用した武器はホーミングミサイル。ステージ2個分の長さでしたが、3回ミスしてしまいました。ボス戦さえ練習すればもう少し抑えられそうですね。体験版はこれで終了。一応クリアということで、製品版をプレイした際にスペシャルボーナスがもらえるそうです。いかがでしたでしょうか。アクションゲームの開発では定評のあるウェイフォワードテクノロジーズ開発ということで、ゲームバランスも良好で、初代コントラのリメイク作品としてよくできているのではないでしょうか。スーパーコントラやコントラスピリッツではなく、初代コントラのリメイクというのがまたいいですよね。体験版をプレイした限りでは、複雑になりすぎることなく、難易度もほどほどで、遊んでいて楽しく感じる内容になっていたと思います。
最近のゲームはややこしくて面倒くさそうと思っている方でも、80年代の感覚で手軽に楽しめるのではないでしょうか。ただ、Steam 版と Nintendo Switch 版を比較すると、Nintendo Switch 版は処理が追いつかないシーンがあり、口フリーズが起きてしまうこともありました。製品版で改善されるといいのですが、現状では少し気になりましたので、Nintendo Switch 版以外の選択肢がある方は、そちらにした方が無難かもしれません。製品版は3月12日の発売です。対応プラットフォームは Nintendo Switch、Xbox、Steam、PS5、PS4 となっています。今のところダウンロード版だけのようですね。Nintendo Switch 版の価格は3,850円。3月25日までは 10% 割引で3465円で購入できます。興味をお持ちになった方はまずは体験版ですかね。今回プレイしたものが無料で公開されていますので試してみてください。気に入った場合はぜひ予約していただければと思います。皆さんは今回のコントラオペレーションガルがどのように思われたでしょうか。感想など何でも構いません。ぜひ気軽にコメントを残していっていただければと思います。それではまた。今回ももしおがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。